はい、こんにちは。山里と申します。さあ、今日もね、恵方巻き店やっていこうと思いますが、今日はね、牛トラさんやっていこうと思います。あ、もうね、細かいことギャギャ言いませんよ、もうね。はい。ということでね、早速ね、チラシの方を見ていきますと、牛トラさんはね、予想ではね、スーパーさんのことよく言ってますけど、牛トラさんもね、言うて惣菜が強いところなんですよ。っていうところなんでね、さあ、果たしてどういうようなラインナップでやってくるのか、牛トラさんはリアタイで見に行ったことないですよね。やっぱ結局近場で三種さんとかに行くことが多くなるんで、ラムとかあなたりとか格安店がどうやってやってるのかなっていうのをチェックしに行った時もあるんで、そのあたりとかをずっと見とって、っていうところで言うと、多分牛トラさんはちょっと三種寄りになるんじゃないかなというふうな感じでね、実はかなり期待をしているところなんですけど、行ったらね、ちゃんとね、予約用のチラシがね、こんな感じで配ってました。どっかの動画で途中で言ってたと思います。この時、上山とかあっちの方とかぐるーっと回ってね、ベーシックとあなたとかもいろいろ見てきたんですけど、実は牛トラしかね、まだチラシがなかったんですよね。っていうところなんで、まあ相当力を入れてるのは確かなんだろうなというところでございます。あともうラインナップそうっていうところですね。それではね、早速実際に見ていきたいと思うんですけど、結構わかりやすく、フラッグシップはこれだよっていうのがわかりやすいですね。ドーンと来てます。恵方巻きって言ってね、福寿司と海鮮大量巻きと大エビ天巻き。こいつが、なるほど、三強なんやなっていう感じです。福寿司が、卵、きゅうり、高野豆腐、しいたけ、カニカマ、デブ。ってことは、これ、ね、もう一番人気はこれですってなってますね。クラシックな感じのやつですよ、ってことで。で、すから、でもどうしようかな。これ、ラインナップ定義としては、恵方巻きの定義に入ってくるか。っていうところですけどね。一応これがありますってことで、ちょっとね、さっきね、データリングしてるときに、ちょっとね、そこのところ、ちょっとまた後で訂正したのを出すかもしれません。海鮮大量巻きっていうのが、でいくと、大エビ天巻き、この二つも売りにしたいっていうところ。というのがね、見えてきますね。海鮮が好きな人だったらどうですか、これ、太巻きで、1059円でとかラインナップで、こっちの方は571円で、定番な、恵方巻きだったらこれな、どうですかって感じですね。で、海鮮大量巻きがあって、大巻き、これがね、意外と安い。太巻きで、474円、ということなんでね、438円税別というところです。ゆかりご飯ってなってますけど、これゆかり以外も酢飯もできるらしいです。それでもちょっとね、詳細を見ていこうと思います。で、あとはプレミアム恵方巻きっていうのがあって、豪華に行くならこれどうですかって言って、ドーンと乗せてるのが、これ結構ね、好みに合わせてる感じがありますね。で、贅沢本マグロ大トロ巻きって言って、本マグロの大トロ。で、まあね、本マグロの大トロだと油がね、しっかりたるんで、それに対応する大葉っていう。ザ・シンプル。でも、本マグロの大トロっていう。で、価格がね、1815円ってことで、ね、さっきね、ちょうど、これ、ピアゴのやつのを撮った後なんでね、ピアゴの4000円ぐらいするやつ見た後なんで、それと比べるとね、なるほど、本マグロの大トロとかってこれだったらなんか安く感じてくるんで、ちょっと、見るタイミングとしてはちょうど良かったのかもしれませんけどね。ということですね。で、ご予約は、これは、予約で、やってますってことで、もう一つは、もういろんなの、とにかく詰め込んでますって感じですね。海鮮たっぷり、海鮮ほまきってこれ。何がすごいと、もう、海鮮ミックスのたたきってあるんですね。これがどんなんなんだろうって、逆にちょっと気になる。マグロのたたきもわかりますね。本マグロのたたきも入ってる。マグロのたたきに、本マグロのたたきも入れて。マグロ&マグロからの、エビ、サーモン、つぶ貝、卵、きゅうり、大葉、ネギってことなんで。もう、これはもう、はっちゃけちゃってますね。もう、とにかくいろいろと、いろんな、海鮮も、すべてを詰め込みましたよっていう感じですね。っていうのってことで、こんな感じらしいです。これはバカな。ここにこれやって、これやって、これでこれギュッてするって、なかなか、というか、これ手巻きでやるんですから、すごいなと思います。で、恵方巻きの支払いはご予約時にってことですね。っていうことなんですけど、ここもね、ちょっと面白かったのはね、受けたまわり期間とかちょっと面白かったなと思います。29日までで、お渡し期間が2月3日の16時以降になっているということで、またちょっとその辺りはね、後々語っていこうかなと思いますけど、
一覧でね、競合他社と比べてみたときにね、どうなのかというところなんですけど、各店サービス化のためにやってますってことなんですけど、まあ、売り上のこのラインナップで、なるほど、ここで迷ってほしいのかなという感じがね、見て取れますというところなんですけどね。裏側を見てみるとね、こんな感じなんですね。いやー、大変でした。データ入力大変だったよ。いやー、予想はしてました。多分、三種は多いよっていうの知ってたんじゃないですか。もともと多いの分かってたんですけど、多分牛トラも多いんだろうなと思ったね。いや、予想通りにちゃんと多かったですね。ということで見ていきましょう。ここが一番人気。福寿司と海鮮太陽巻き。さっきもそう、紹介したやつですね。海鮮太陽巻きはあれなんですね。エビに油がね、入ってんだ。で、サーモン、アナゴ、カズノコ、タマコ、ネギトロ、イカ。なんで、かなり、オイリーな感じにはなると思いますね。油がね、だからあんまりオイリーって言ってるのかって感じがするけど、これ実際結構、なんて言ったらいいの、トロ系なんですよね。で、エビに、サーモンとか入ってて、アナゴなんで、どっちかっていうと、マグロのさっぱり感というよりは、がっつり感になってくると思います。ね。なるほどな、という感じでございますね。で、大エビ天寿がここに来てます。で、ことで、ここら辺がね、価格はね、474円で、ダーッと統一したのも面白い。438でダーッと統一したっていうのも面白いな、って見ながら。で、エビ天、これも、太巻きで、ちなみに太巻き、中巻き、細巻きとしか書いてないです。具体的に何センチとかっていう表記はないんですけど、多分まあ5センチ角ぐらい、直径5センチぐらいのところに出てくるのがね、横棒の高くて4.5とかかな、っていう感じかな、もしくは、だと思います。角度結局手巻きなんでね、多少やっぱズレがどうしたって何千分って巻いたらそりゃね、手巻きだとね、多少ね、ブレが出るんでね、太巻きの規格で作ってますよ、どうこうのこうのしないとね、いちいちセンチ測ってやるやつおるんかと思うでしょ。いるんすよ、これが。私もスーパーで働いてた時にね、そういう人と遭遇したことありますけど、もうね、本当に蒸気ピタッと当てて、ちゃんと、キッチンの中でちゃんとあるかとか、こうやってね、ベーってやってね、やるっていうね、重さとかも全部、風体とか、どけて、測って、0. 何グラムまでチェックするっていう、人、いるよっていうのでね、結構ね、いるんですよ。本当にそういう。まあ、そういうマニアというか、まあ、プロ意識の高い方と言いますかね、いらっしゃるんでね。だったらまあ、もうこういうふうに、太巻きっていうふうな企画にしといた方が、まあ、正直いいんですよね。コンビニみたいに、それは機械でガッチャン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 やってね、絶対機械でしたらね、それはミリ単位ずれないようにね、よっぽど何かしら、投入不良とかそういうのがなければね、基本的には同じ形でできてくるんでね。っていうのと違うんで、多分手巻きなんで、もう、牛トラさんは、そのあたりもあると思います。で、牛カルビ巻きが、650円。しょ？650円。で、牛カルビとリーフ。わかりやすいですね。でね、品目としては非常にわかりやすい。あとは、ヒレカツ巻き。そういや、ヒレカツ巻き焼いたね、なんかたつもね、豚ヒレカツ、リーフ、トンカツソース。ということで、と、で、ここに、70袋の恵方巻きっていうのがあって、これはちょっと豪華版なんですね。っていう風になってます。ただ、ここに恵方巻きっていうのは、私、こっちの方、データのカウントに入れてましたけど、こっちじゃない方がいいかもしれない。こっち結構豪華ですもんね。菜の花に、かんぴょう、エビ、あ、なんか卵って入ってて、高野豆腐、でんぷんなんで、まあ、恵方巻き、クラシック感もちゃんとありますけど、結構豪勢な感じになってますね、っていうところですね。843円と。で、サーモンサラダ巻きもサーモン卵、マヨネーズリーフ、474円。に、エビサラダ。で、サーモンサラダ、エビサラダもエビの、それのエビバージョン。はい、卵、マヨネーズ入って、エビキュウリとか。で、リーフが入れてない感じですね。サーモンの方にはリーフ入れてあるけど、そのあたりとかも多分、単純に合うやつ入れてますよね。で、474円。で、ネギトロ巻きはもうマグロたたき、ネギトロ。はい。ザ、ネギトロ。で、470円。このあたり全部中巻き。赤いのが中巻きですね。で、中巻きはもう全部基本438、この474円で統一と。で、ジャンボ鉄火巻き、もう、でっかい、中巻きの鉄火ですね。昔、どこだったっけ？淡路島で食ったやつはね、あれはまあ輪切りになってましたけど、あれが1本になってるようなイメージでいいんじゃないかなと思います。474円。で、
次が、穴子きゅうり巻き穴子と卵ときゅうりが入って、はい、穴きゅうですね。はい、これが474円。わかりやすいし、好きなのどうぞ、ですね。好きなお魚選んでくださいコーナーですよね、ここは。で、細巻きシーチキン巻き、これが日本入りで、細巻きですね、のやつが日本入りで279円ということで、まあ、これは完全に、なんて言ったらいいの、安いのも届いてますよっていうのをトントン出すのに、わかりやすくやってますよね。小さいお子さんとかね、いてね、あれだったらね、シーチキン巻きね、人気ですし。でも、それこそ小さいお子さんだとね、中巻きでもね、さすがにね、ちょっとボリュームあるよねってなるんで、じゃあね、小さいお子さんも楽しめるようにっていうところで、ハーフサイズの相手、キャラクターな感じに行くんじゃなくて、ここで、ザ・シーチキンってくる、これあたりが牛トラ、ですね、っていう感じがしますね。結構職人技感じますね。で、横は横で今度は、上質金華サバの恵方巻きってことで、ね、しめサバ、炙りしめサバなの、炙りなんだ。で、に、甘酢生姜、ガリですね。ガリにキュウリっていうふうになってますってことなんですけど。そういや、私、すでって泣かしてきましたけど、あれですね、福寿司、でんぷんになってますね。さっきまでずっと全国チェーンのやつ見とったんで、おぼろってなってましたけど、やっぱそうですよね。こっちはでんぷですよね。そうそうそう、でんぷ、桜でんぷ。よかった。やっぱ使うんだ。よかった、よかった。っていうことをね、ちょっと再確認。やっぱ西なのかな、西はこっち使うのかな、三重県ですからね。三重県の中西地域へと、まさかだったっけ、本社。どこだったっけな。どうも思い出せんけど、なんていう、あっちの方なんでね。そうね、でんぷですね。よかった。ってことでね。あとはセットがいろいろとあります。開運セットは寿司と、なんと福の恵方巻きってことで、ちょっと豪華な恵方巻きと、まあ、恵方巻きの食べ比べって感じですね。で、幸福セットは、福寿司と海鮮大量巻き。まあ、海鮮もちょっと楽しみたいねっていう人。これ結構、いわゆる、野郎のね、ちょっと欲張りさんとかね、出したらこれでもいいですし、まあ逆に、カップルでね、もう逆にね、これをさらに半分に切っちゃってね、お互いそれぞれ楽しむとかっていうこともできますからね、こう。でもいいぐらいかもしれません。一般的には。うちなんかはまあ、太巻き何本食べようかなっていう人なんであれですけど、で、福は内セット。これはもう、鉄火とネギトロサラダ巻き。これ逆にいいかもしれん。で、こっちの方は全部ハーフで添えてあるというところもね。この辺りとかも結構結構細かいですよね。で、福はうちと鬼は外って。鬼は外の方だとサーモンとか穴子になってくるってことですね。鉄火があってっていう形で、ね、同じく700円ってことで。価格設定もまあ分かりやすいですね。っていうところですね。で、プレミアム恵方巻きで贅沢、本マグロトロ巻き。これが1815円。ああ、これがいわゆるハイエンドモデルですよね。同じく、ハイエンドモデルの海鮮ほまきだから、ね、いろいろ入ってるのね、いろいろやっぱね、贅沢に楽しみたいよねっていうタイプのハイエンドと、いや、それ海鮮付きなら、本マグロ大トロやろ。もう、二言ひもね、男に二言はね、黙って本マグロの大トロ、食っとけやっていう、このね、ストロングスタイル。ちゃんと1820円のやつで、しかもちゃんと同じ価格で揃えてあってっていうのは、意外とね、本マグロ大トロの1810円は結構お得だと思うんですよ。これ結構がっつり入ってますもんね。大トロ多いですもんね、これ。すごいなって思います。っていうところでございますね。ということでございます。で、これはね、データの方でね、見てくるとの中で、あ、ちなみに、牛トラの、ちゃんとキャラクター使ってますもんね。ちゃんと書き合わせてね。トラコちゃん？なんだろう。こんな感じで、あちこちで、やってます。こういうところちゃんとね、オリジナルキャラクターをね、ちゃんと書き合わせてね、やってるところはちゃんと芸が細かくて、いいなーってところです。ここに、ね、うちのね、チャンネルみたいにイラスト屋さんとか、パーって適当に置いてね、うちのサムネイルみたいな感じでね、ポンポンポンってイラスト屋さんでね、とりあえず置いとくということはしないっていうのはね、この辺もちゃんと芸が細かいなってところでございますね。で、いう感じでございますというところなんですけど、これをね、こっちのデータで見てみると、ちょっと横長になってきたので、ちょっとスクロールできるようにしましたけど、こんな感じですよ、ところで。まあちょっとユニーと比べると、ユニーとこれがちょっとバカ好きだね。で、これが843円でしたけど、これちょっと変えといた方がいいよね。571か。こっちですね。
っていうふうにしてみると、ちょっとまた様子が変わってきますということですね。ですから、最高価格1815円。本マグロの大トロって言ってる割には、実は、スーパー水産系で見てみるとあれですよね。そんなにあれですよね。で、今回は、多分今まで見てきたところと違って、水産とデリが一緒になってるんですか？多分ね、確かね、売り場見てて、うすうす思ってたのは、寿司は寿司で独立、あ、でもデリカがやってんのかな？ですけど、多分その水産と、いわゆるハニカミをや、カニバミって呼ばれる、現象は起こさないようにしてるみたいで、スーパー、そのあたりのスーパーさんに近いですね。寿司は多分、デリの管轄にはなってるんですけど、水産が別途、お魚屋さんのお寿司コーナーみたいなのを作ったりとかっていうのは、やらないような構図だと思うんですよ。見てる感じね。売り場を見てる感じ。ですので、このチラシもね、もう、ザ・デリ、総菜がやるよね、みたいな、ヒレカツ巻きみたいなのもありますし、エビ天巻きとかもありますし、で、水産がやるよねって、この本マグロの大トロ巻きみたいなのまで、一緒のやつでやるっていうのは、多分そこのところが、社内競合とかをやらないような形とってるんで、もう、広告ももう全部まとめてあって、あるのか、もしくは、実は商品によって、管轄のデリか水産かが分かれてるのか、ちょっとわかりませんけど、多分ね、分かれてなさそうなんですよ、この感じ。っていうふうに見ています。っていうところでございますね。ですので、こういう価格で、価格は、細巻きのやつが入ってるんで、ちょっとね、参考価格感はありますけど、279円というふうにして、ちゃんと、安いところをしっかりとお値段安く揃えてくるんで、今、日本で279円って安いもんな、細巻き。っていう感じでございますね。だいたい1本150円ぐらいですかね、今。まあ、そうか、鶴山やったら、まあ、一応150やつ、ちょっと、あれかな、130ぐらいになるから、そこぐらいかなって感じにしてやるかなっていう気はします。で、ハーブのやつ、ちょっともう、どけます。あまり使わないんで、ここは。で、アイテム数は、圧巻の20ですね。やはり、ちょっとレベチですね。今まで多かったのが、ミニストップの10か。で、スーパーも、まあ、この辺も多分、総菜が別途入ってくるんで、またここから数が増えてくると思うんですけど、とはいえね、20は多いです。で、セット販売は4、で、ハーフミニが5ってことなんで、ハーフミニが、やはり、ミニサイズのところが、そんなに、ないようであるっていうのがね、実は、この牛トラの特徴かなと思います。このあたりが、セブンイレブンさんとかが444とかっていうのと比べてみると、まあまあ、何せとにかく圧倒的なアイテム数で揃えてますからね。そこが全然違うなっていうところなんですけど、これちょっとね、牛トラさんでよし、じゃあ注文しようかなって言ったら、ちょっとここで気を取っておいてほしいんですけど、受付が1月29日まで。まあ、これは別に一般的な感じかなというところなんですけど、ちょっと早めかな、スーパーにしてはというところなんですけど、お渡しがあってこれ、2月3日の16時以降なんですよ。これがね、ちょっとかなり独特でございまして、まあ、多分考えずに朝一が OK ってすると、つまり朝一までに揃えとかないといけないんですよ。これが何を意味するのか、予約中心で、インストアのところからそれをやろうとすると、何が起こるかというと、閉店作業終わる前に巻き始めないと間に合わないよね。全部予約のやつを朝一に揃えとこうと思ったらね、ということになるんで、多分、一時的な時間を取るということでございますね。というか、そうしないと、16時分とかそういうしないと、いつ何時頃取りに行きましょうというので、まあ分けるというのを多分、ローソンとかは、まあ、そこはもう別に、工場に作ってきたら、そのままピッピッピッって袋に入れて、待ってもらうだけなんで、そんなにあれでしょうけど、やっぱその前作るやつっていうのはね、そのあたり時間調整とか難しいんで、もう、いっそのこと、16時以降で、ドーンと渡していくように、朝から準備するっていうような、感じになってくる。ですから多分、16時以降ってしておけば、そんな、朝もべー、あ、でも朝、早いか。早いのは早いか。結局早いか。一般のデリで作りながらですからね。だと思います。工場、セントラルではやらんだろうか。あ、もしこうあれかな、セントラルでやるのかな。
セントラルでやるのに、配送とかの兼ね合いで、朝からセントラルでも特殊部隊がバーッと動いて、寿司の専門部隊がダーッと動いて、まあ多分この日なんてもう、普通の寿司なんて、ほんと定番の最低限しか作らないはずですから。で、それ以外でバーッと作って、そうすると、2便か。2便で持ってく感じかな。昼休憩明けの便のところで、まあ、もしかもこれだったら、特便来るかもしれませんけどね、特装便みたいな感じで来るんで、とかっていう、なんか、セントラルとしてはそういう感じ。まあ、ちょっと見に行って、実際に商品買ってみてみるのもいいな、これは。ちょっと気になるな。気になるのいっぱいありますからね、っていうところがあったりします。ただね、2月6日、16時以降だと、そっか、あ、ダメだ。仕事だ。仕事の、し、仕事だから、受け取り間に合わないな。ダメか。ちょっと、確認してみますけど、多分、夜勤なんで無理だな。そういうことか。っていうところとかがあったりします。まあ、ちょっと、そのあたりチェックしながらやっていこうと思います。いうことでね、まあ、こんな感じ。結構やっぱラインナップ、会社さんによって強みとかどういうところをどうしてるかっていうのがね、結構見え隠れするのが面白いなっていうところでね。まあ、これ以降もね、またちょっと情報が入り次第ね、いろいろとチェックしていきたいと思いますのでね、今後もね、こちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。ということで。ここまではとりあえずデータがあったんでやってるんですけど、これ以降はちょっとデータを探しながらになるんで、まあ、今週とりあえずだから、金、土、日、日曜日までに投稿できてるのか。ですけど、ですから来週の月曜日があるかどうかちょっと分かります。頑張ってちょっと探してきますんで、そのあたりもお楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。